日本製のコンパクトなお仏壇購入いただきました。金箔が拭いても剥げない国産仏壇、重いんですよこれ。お仏壇の販売が定着、永田浩紀でございます。2019年2月の22日金曜日、今朝5時56分朝動画でございます。ありがたいことに、昨日宇土市のお客様がですね、国産仏壇、こちらにあるのがこのお仏壇ですね、国産仏壇ご注文いただきました。誠にありがとうございます。今当店ですね、このコンパクトなお仏壇、こちらの日本製と中国製と両方扱っております。小型仏壇二刀流でございますのでですね、中国仏壇こちらの方ですね、よくしましょう。お値段はですね、もうこれで7万7000円ですからですね、こちらは29万ぐらいいたします。こちらのお仏壇は29万ぐらいいたしますので、やっぱ値段の差はございますですね。ただまあお客様のご予算とかいろいろありますのでですね、当店は、こちらの中国製、日本製と、これはもうお好きな方をお選びください。うちは二刀流でございますということでご案内いたします。でですね、ありがたいことに昨日宇土市のお客様がですね、ご来店いただきですね、当店にまず最初に来ていただいて、その後やっぱ3社ぐらい回られたそうでございます。でやっぱ再来店ありがとうございます。でやっぱ社長のとこが買おうかなって、やっぱ日本製が良かっておっしゃられました。なぜかというとですね、その方実はですね、海苔、海にの実は昨日お客様から海苔もいただいたんですよ。この海苔ですね、海にある海苔ですねの鑑定士をしていらっしゃいます。で社長って、海苔もねって、実はね社長わからんかんしれんばってね、日本製と中国製があっとよって、こちらが、ね、これいただいたですね、これ日本製の高級海苔だそうです。でこちらが海外製だそうですね、中国韓国で作るそうですよ。やっぱりこちらの高級海苔の方がやっぱり我々まあ真ん中から上ですね、高級料亭とかも行ったりしますし、あとデパートとかでですね、熊本でいうと鶴屋とかで贈答品お歳暮お中元っていうのはこっちだそうですね。でこちらがまあくるくる回ってるお寿司屋さんとかですね、まあ、そういうところやっぱおっしゃってらっしゃいましたですね、コンビニさんのおにぎりからは日本製って言いましたですね。やっぱ意外といい色使ってるそうなんですよ。で、こちらですね、ありがたいことにですね、これ熊本宇土のおこしきというこれブランド海苔ですね、もうこちらをいただきました。誠にありがとうございます。心よりお礼を申し上げます。やっぱおっしゃるんですね、やっぱ社長ってやっぱ海苔もねって、やっぱね同じことでミュールバってね違うとよって、やっぱりこっちは書いてありますかね、やっぱ日本製がやっぱ海苔もいいのよって、やっぱりですね、なぜ違うか言うとですね、これ海苔もですね、1番2番3番積みってあるそうなんですよ。最初に植えて最初に植わった海苔をがやっぱり一番いいそうですね。で2番目が普通、まあこれは高級品ですね。で2番目が普通、3番目になると業務用だそうなんですよ。でやっぱりですね、一番のりというのはですね、こう網をこう海の中に張りますよね。短くしてから、やっぱり短い方が美味しいそうなんですよね。で短くして早く積むと、やってでそれをやっぱりこう根も元気やから美味しいと、でそれはやっぱ高級品と。で2番目3番目、まあ3番目になるとですね、伸ばすしこ伸ばすとですね、わーってこう網か海の中に網を張りますよね。わーって伸ばすしこ伸ばして取って、それはもう営業用お店とかですね、そういう使うのがそうでございます。でやっぱりほーぱ海苔でも違うんですねって、でやっぱおっしゃるんですよね。やっぱ社長って海苔もね、やっぱり海苔もね30年前と値段が一丁変わらんとよって。でもね、やっぱりガソリン代とかいろいろはもう人件費上がっとるけんね、もう生産者は大変っておっしゃるんですよね。ですから我々はこういうブランド海苔というんですかね、先ほどあったこの熊本のこれはおこしきですね、おこしき海岸でできたおこしき、生産者の方の名前も宮本哲秀さんですかね、書いてありますね。まあ、こういうのをどんどん作ってね、やっぱりいいお客さんに、お客様にこういう海苔もいいのがありますと、でいいのを食べてください、日本製で、やっぱ日本製安全だそうなんですよ。はいはい。でやっぱりそういうのをですね、やっぱ普及してますと。でやっぱ私もお仏壇は日本製を買いますとのことでございました。でですね、面白い話があったんですよ。海苔もですね、海の中にこう網を張りますでしょ。でやっぱ高級品はですね、表面に貼ってですね、手で摘むそうですよ。
表面に貼ったのはですね、やっぱ太陽の光が来るからですね、やっぱ美味しそうなんですよ。ただですね、今は機械で摘むそうなんですよね。機械で、なんか潜水艦みたいなのがわーっとその網の下を潜っていって手で取ると。ただし、その場合にはちょっとこう1メーターぐらい下に沈めないかんと。で、沈めた場合にやっぱ味が落ちるそうなんですよ。で、こういう高級ブランド海苔とかは、これおこし器ですね、やっぱ表面にやっぱ貼るそうなんですよね。で、その代わりですね、手で摘まないから、寒かった時、12月とかですね、寒かった時に全部手でこう胴長して手で摘んでると。だからその分やっぱりでもですね、上にあると光合成をするから美味しいんだよ。手摘みはやっぱり、で、機械摘みより手摘みが美味しそうなんですよね。で、やっぱだからそういうふうな形で、海苔もやっぱり値段によって味も違うし、やっぱりもう全然違うと。で、すいませんね、長くなってすいませんね。これ高級ブランド海苔なんですけど、こういうね、社長って、こういういい海苔はね、ってこのまま生のまま食べたがいいんだよって、お醤油もつける必要はないとおっしゃるんですよね。へえ、本当ですかね。ちょっといただいてみますね。十分美味しいですよ。わーっと味がきますもんね。これ何の、海の塩の水だけで、ああ、ほんと、ああ、もう味の素みたいにきますね、味がですね。で、やっぱり安い海苔は味が薄いそう。で、やっぱこちら見ていただくとわかるんですけど、これ我々が普段食べてるやっぱですね、こういうのって熱いんですよね。これ熱い海苔は安いそうなんですよ。でもそれだけ根が弱いと。で、高い海苔は薄いんだよって、いや、そうおっしゃっていただきました。まあ、すいません、話が長くなってしまいました。何の話してたかようわからん。まあ、日本の海苔は美味しい、日本の仏壇はいいという話でございました。すいません、長くなってしまいました。ここまでですね、聞いていただき誠にありがとうございます。心よりお礼を申し上げます。皆様の開運ご発展、心よりお祈り申し上げます。